聖書イザヤ書7章13節14節をお読みいたします。イザヤは言った。ダビデの家を聞け。あなた方は人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。お差し支えのある方はそのままで結構でございます。お立ちいただきまして、新聖歌11番をもって共に主を賛美いたします。Yeah.
ご一緒に主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは前方のスクリーンに映し出されているほか、お手元の集報の裏側にも印刷されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。おかけください。新聖歌70番をもって共に主を賛美いたします。43番、新聖歌963ページでございます。新聖歌963ページ、購読文43番、詩編第136編の抜粋というところでございます。司会者が細い字の部分をお読みいたしますので、皆様はご一緒に太い字の部分、あるいは下線の引いてある部分をお読みください。恵み深い主に感謝せよ。慈しみは常しえに。神の中の神に感謝せよ。
主の中の主に感謝せよ。ただ一人驚くべき大きな御業を行う方に感謝せよ。英知をもって天を作った方に感謝せよ。イスラエルをそこから導き出した方に感謝せよ。低くされた私たちを御心に留めた方に感謝せよ。敵から私たちを奪い返した方に感謝せよ。天にいます神に感謝せよ。この礼拝のためのお祈りを司会者がさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、今日は本当に穏やかな落ち着いた天候の中で私たちをこの礼拝堂に集めてくださって、アドベント第2の主日礼拝を皆様と共に守れますこと、本当にありがとうございます。アドベントの季節、世にあってもクリスマスの喜びに満ちているところでありますから、私たちも教会にあって長く待たれたイエス様のご誕生を心から待ち望み、心からお祝いすることで、この素晴らしい知らせをこの世の中にもますます伝えていけますように導いてください。私たちはこれから御言葉を聞こうとしております。メッセージを取り継いでくださる江上先生を聖霊で満たし、ますます力強く御言葉が語られますよう、尊くお持ちください。聞く私たちの心も開いて、どうか整えてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ご一緒に。